ケットさん、これまでになく集中していますわね。背中からも見て取れるほどですわ。いつもは声が響き渡るくらいやかましいのにな。ナイスも緊張してくる。どうしてもかゆいのでしたら、私たちがとっておきの方法で送り出してあげますわ。とっておき？せーの、いってらっしゃい。いやー、強烈だー。これでもう大丈夫ですわ。チケットさん、最高のダービーを。もちろん、思いっきり走ってくるね。今までダービーは興奮して憧れるだけだったけど、今から私はその舞台に上がるんだ。ライバルがいて、チームのみんながいて、トレーナーさんがいる。これが私のダービーなんだね。それぞれの思いを胸に、優秀たちがダービーに挑みます。歴史に名を刻むのはどの馬娘か。全員がゲートに収まりました。東京優秀日本ダービー、今スタートです。琵琶早秀は先頭集団に取り付く形、成田大春は最後方に控えます。そしてウィニングチケットは集団やや後ろ、上位人気の3人はそれぞれ得意とする位置でレースを進めていきます。私も大臣も早秀もお互いのことをよく知ってるから、バイクなんて意味ない。だから全力でぶつかるだけ。向こう正面を進む馬娘たち、縦に長い展開が続きます。さあ、早くも先頭が第3コーナーへと差し掛かった。注目の BMW はこの後どのようなレースを繰り広げるのでしょうか。ちっちゃい頃から夢見て、早秀や大臣と友達になって、トレーナーさんに出会って、そして今ダービーを走ってる。これがダービーなんだ。今までたくさんのダービーを見てきたけど、そのどれとも違う私たちのダービー。大欅を越えてペースが上がる。栄光のゴールまであとわずか。勝ちたい。一生に一度しか走れないダービーで、ずっと憧れてきたダービーで、私たちのダービーで。持ってよ、あたしの足。なんと直接前でウィニングチケットが引っ掛けた。インコースをついて入り口に参れるぞ。負けてたまるか。ビワハヤシで成田大臣も一気に差を詰める。やはりこの3人だ。 BMW の3人、ダービーを制するのは誰だ。まんまと抜け出されちゃったね。
あそこしかない。まさにビクトリーロードをお前は駆け抜けたわけだ。大使早ひで、最高のレースだった。最高のダーディーだったよ。私たちのダーディーは。だが次はこうはいかないぞ。菊花賞では私が背中を見せる番だ。うん、私たちのゴールはダービーじゃない。この後もレースはいくつもあるんだから。もちろんこれからも3人で走り続けよう。よーし、目指せダービーのその先。すごいコールですね。レース場のどこにいても聞こえるほどに。もっと声援を受けていたかったんじゃないですか。そうなんだけど、この後インタビューもあるしね。それにさ、コールはこれで終わりじゃない。これからもいっぱい聞けるチャンスがあるんだから。取材お断りだったから、その分も答えないと。それでは見事ダービーを制覇しましたウイニングチケットさんです。ありがとうございます。まずはレース後の大きなコール、どのようなお気持ちで聞いていましたか。最高のダービーにしたいと全力全開だったので、それがみんなにも伝わったんだって嬉しくなりました。BNW と言われるライバルとの戦いで勝利をものにした鍵は何だったのでしょうか。もちろんトレーニングをたくさんしたっていうのもあるんですけど、ダービーに対する思いと、友と書いてライバルとの約束に最高の形で応えたいって思い、それから私をずっと支えてくれたトレーナーさんを絶対ダービートレーナーにするんだって気持ちです。それでは最後にダービーを勝利したお気持ちを一言。私がこの最高のダービーを勝利した馬娘、ウイニングチケットです。
ダービーを見るたびに思いは募っていった。ダービーを見るたびに夢は膨らんだ。そのありったけの気持ちが彼女を勝利へと導く特急券となった。勝利の切符を手にした者の名はウイニングチケット。ダービーに思いを馳せた彼女とライバルが織りなした最高のドラマに、ファンはいつまでも賛美のコールを上げ続けた。そしてそのドラマはこの先もずっと色褪せることなく、新たなドラマへと紡がれていく。